年シグナルアルバム発売に向けたコラボ企画。本日のゲストはピアニストの長田翔一さんです。お願いします。いい匂い。これってそうですね。オッケー。具材作ります。中身ですね。中身。うわあ。いいね。もう10点も使わなきゃいけない。でも入れちゃいます、ね。はい、入れてください。寝坊して遅刻しました。ごめんなさい。ねえ、夜更かししちゃうよね。あ、まずこれ4等分じゃないですか。これって絶対白いですね。つけないかもしれない。つけたいですよね。つかせたいよね。押しすぎたさっき味見せて、これはもう美味しかった。まあ失敗したからね。味はきっと味はいい、うん、美味しいですよ。せーの、わーん。おー、濃いのでは？濃いけど。はい、完成しました。こちらが千と千尋のお父さんが食べていたあのブリブリのものですね。ブリブリのやつですね。どうでしょう、出来は。これはね、ほぼ完璧です。完璧。じゃーん。そう。落ちてるかな。あとこっちもね、完璧。これすごくない？もう縦にしちゃって落ちないの。もっちもちですよ。もっちもちでもうね、くっつきまくって。じゃあ食べてみよう。食べてみましょう。よし。いただきまーす。いただきまーす。ちなみに中華っぽいね、この箸使って食べるんです。そう礼箸っていうね。じゃあいただきますよ。あ、もう取れた？取れない。取れない。取れたけど待って、あと箸ね。はい、来ました。いけた？はい、じゃあ行ってみましょう。いただきます。ん？うん、うん、普通に美味しい。うまいやん。うん、うまい、うまい、うまい。美味しい。何が美味しいって、このタレが美味しいですよね。うん。え？うん。普通に美味しい。うん、うん、うん。じゃあ、千と千尋で一番好きなシーンは何ですか？え？
ね、すすわたりがいっぱい出てくる、出てくるとか。てん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 、あそこが一番好きですね。いいですね。うん。これくんは、僕は、千尋と白があの橋を渡るときに、橋を渡ってる間は息止めてくださいって楽しんで、必ず一緒に息を止めてしまう。せーの。息吸うとね、人間かって言われるから。で、カエルが出てきたらブフってやるところまで真似したい。真似したい。真似したい。バーバーも知らないから、何か分かんないけど、合ってるのか分かんないけど、そうそう、いつか食べたいね、本物、いつか本物食べてみたい、はい、今回のゲストは長田翔一さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。この演奏動画よりも先にお料理、お料理が始まるというあれね、もともと長田くんも YouTube チャンネルを持って、そこで、料理をして、でバックで BGM でピアノを弾いてるっていう動画を撮っていて、それをさしおがめちゃくちゃ好きで、そう、ありがとうございます。で、このコラボ企画で絶対長田くんと私、あれやりたい最初に言ったよ、最初に、一番最初に言ったね。あ、本当ですか。なんか Twitter で見かけたんですね。そうそうそうあれこれエアリプみたいな、エアリプしたら周りに回って本人に届くそう、あ、あれ僕だ、やめて編集しなきゃみたいな。え、怖くはならなかったです。あ、マジか、マジか。喜んでやりますよ。そうそうそう、演奏のお誘いじゃなくて料理のお誘いで、すごい速さね。じゃあ千と千尋の神隠しのお父さんが食べてるあれ作るのどうでしょうね。そう、僕はあれを作ってみたかった。でもあれは一人ではやる勇気がなかったので、今回絶好のチャンスだと思ってやろうと思ってたのことも思ってたんですけど、一人では結局かなっていう感じだったので、改めて今日作った料理は何だっけ。名前、あれはですね、バーワンっていう料理ですね。どうですか。台湾なんです。台湾です。台湾です。名前も知らない、形も知らない。そう、だから出来上がって美味しくいただいたんですけれども、これが本当の味かどうかはわからないですね。完成形が、完成形がわからない。わからないので、あれが私たちの中であれがバーワンになったんです。そうなんです。はい、僕らの中ではあれが。あれがバーワン。お店に行ったら。バーワン店に違うの出てきたから。なるほど。なるほど。なるほど。2人で行きました。そうそうそう、何時くらいに合流したんでしたっけ。9時半くらい、はい、私らが起きた時間に動画の冒頭でも言ってるんですが、私と北爪見事に寝坊しましてね、ちょうどその2人が会った時間ぐらいに起きてた。一応2人がお買い物終わりのタイミングで合流のはずだったんだけど、もう下準備もピアノの練習も済んだ頃にようやく落ちたっていう。長田くん の YouTube チャンネルではすでにもうお料理系動画3本ぐらい上げてるよね。3本上がってますかね。何上がってる。ラピュタのラピュタパンとハウルのベーコンエッグと、なんかやってたよね。あ、国立の朝ごはん。何本に覚えてる。あれが一番大変だったので。国立が一番大変でしたね。今回の4つ目バーバー。バーバーが一番大変でした。バーバーが一番大変でした。大変なのも。あとやってないジブリ飯っつったら何がありますかね。ちょうどさっき言ったところ、お弁当。お弁当のお弁当。お弁当の作ったお弁当。トウモコロシ、トウモコロシ、トウモコロシ、何も料理しない。スーパーでトウモロコシ買ってきてさ、あのマジックペンかなんかでさ、お母さん、完成、完成、完成、手頃でいいじゃないですか。手頃っていうか、お金だけだもんね。YouTube チャンネルで今回の佐田くんとの演奏を BGM にお料理の動画をアップさせてもらうんですけれども、今回は総合コラボで佐田くんの YouTube チャンネルの方で演奏した動画をね、フルでフル尺で公開しますので、そちらもぜひ見てください。概要欄に佐田くんのです
これが発表記いやいや違うねいやいや違うねタモリクラブ欲しいここには出ないんで下ね下ね動画の概要欄にもご視聴くださいというわけで本田くん本日はありがとうございました。